大英博物館にあるロゼッタストーン飛文研究、または飛文学や異形についてその作られた意味合いや由来を解明する研究もしくは学問分野の故障である。放実するように文字記録の解読が中心となるため、文字通り一般的には飛文学、飛文研究と呼んでも差し支えないが、一方で日本や中国の金石文や金石学はアピグロフとしか訳しようがなく、 非文研究という一般語はあっても非文学という言葉は通常使用しないので本校でも便宜上、金石学ぶと呼ぶ。なお紙などにインクで書かれた手書き文書は古文書学に分類され、非文学、非文研究の対象には含まれない。欧米諸国ではこのような分野が独立しており、これを研究する人々を英語ではエピグラファーないし、エピグラフィストと呼ぶ。 日本や中国を含む多くの国々では歴史研究や考古学の研究者が兼ねていることが多く特別に研究者の故障はない。ヨーロッパの金石学は文字文化を扱う場合に考古学の主要な道具の一つとなる。アメリカの図書館分類では歴史の補助学問として分類されている。金石学は偽物を見破るのにも活躍する。刻まれた文字自体は 金石学部の主要な研究対象であるが、名文の中身と分けて考える。名文の本文については、テキストそのもので研究される。一に刻まれた名文は、大抵は公式見解だったり、ベヒストゥーン碑文のように神からの資格で刻まれている。それぞれの文化ごとに本質的に異なっている。刻まれた名文で公にされないものもある。見受けない文化の千文字 B は、 経済的、政治的な記録を保持するために使われたことが解読によって明らかになった。非公式な記録としては落書きのような独自の感覚で書かれたものもある。ヨーロッパのカネイシマナ学は16世紀から徐々に発展してきた。カネイシマナ学の原則は文化によって異なっている。ヨーロッパでの金石学は当初ラテン文字で刻まれた名文の研究に集中した。ゲオルグ・ファブリシウス。 アウグスト・ビル・ヘルム・ツンプと、テオドール・モムゼン、エミール・ヒューブナー、フランツ・キュモン、ルイス・ロバートなどのカネイ史学者による個人的な業績によって成り立ってきた。モムゼンと他の研究者グループによって始められたラテン近籍文全集は、ベルリンにて1863年から戦争による中断はあったものの交換され続けている。これは、 や天文字による、金石文の最大にして最も手広く修正を行ったものであり、碑文の読解がされ続けるのに従って、新しい文冊が出版されている。この前週は、地域ごとに修正が行われ、ローマ地域の碑文は、第六巻に収められている。第六巻には最も多くの碑文が収録され、最近では2000年に、第六巻第八部第三文札が刊行された。 金石学の研究者は、しばしばラテン語の新しい碑文が発見されるたびに、この俗巻が出版されることを期待している。たとえて言うなら生物学者の動物学上の記録ではないが、まさに生の歴史資料だからである。ギリシャ語の金石学については、モムゼンたちとは異なるグループの研究者たちの手によって、別個の修正としてまとめられている。一つは、 ギリシャ金積文全集といい、ベルリンにて4巻組で1825年から77年にかけて交換された。このシリーズの特色は、ギリシャ語を使っていた世界全体の秘文を包括的に修正しようとした最初の試みにある。研究し慣れた学生しか使いこなせないので敬遠されている。もう一つは、最近の全集であるギリシャ金積文であり、 各分野ごとに分けてかつ地域的に分類しているものである。カテゴリーとしては、心情、目録、検証、墓悲名など多様である。古典学での国際的中立性を保つため、本文はすべてラテン語で書かれている。他に、金石学の主な非文修正としては、エトルリア金石文修正、十字軍金石文修正、ケルト金石文修正、 イラン金積文修正などが挙げられる。マヤ文字研究の進展に伴い、マヤ書遺跡の被文修正が、ハーバード大学のヤングラハムが編纂の中心になって、マヤ新生文字被文修正と名打って1975年より交換されるようになった。主な遺跡のものとしては、ナランホ、ヤシチラン、ウシュマル、シュルトーオン、トニナー、セイバル、ピエドラスネグラスが挙げられる。 工事園岩波書店館、水野小林編、考古学辞典、草原新社館、1959年、世界考古学辞典平凡社館、1979年の項目にはなく、サブロフ、JA、青山分け、新しい考古学と古代マヤ文明、新評論1998年でも項目として出ていないため、一般的な項目として定着していなかった。 おそらく考古学や歴史学の会ジャンルとしての扱いで注目されて来なかったこと、日本や中国の金石学ぶの独立的な伝統が目立っていたためと思われる。しかし、最近はインターネット上でラテン非文学、マヤ非文学などの語句が参見されるようになり、非文学、非文学者という号が記載される書籍も出てくるようになった。またこう、武井、徳江役、 マヤ文字解読草原社館2003年では作品項目にはないが用語解説で非文学として取り上げられた。英語版には Synth シンスアピ o ロフィー s ys, A science of the particular reference to epigraphic evidence appear in g most Wikipedia and t r i e s Discussing Aspects of Ancient History 非文学は特殊な分野であるので非文学的な転挙は大抵の 英語版ウィキペディアでも古代史の側面として論じられるとある。英語版原文インスクリプションス英語版による。ありがとうございます。